鈴木光を、鈴木光を、鈴木光を、1928年1月1日体は、日本の経済学者、東北大学経済学博士、東京工業大学名誉教授、ゲーム理論を専門とし、日本の第一人者として、中村健次郎ら有数の権者を育てるとともに、ゲーム理論入門などの著書を残した、東京工業大学教授、工学部社会工学科、 理学部情報科学科、東京理科大学教授、工学部経営工学科、経営学部を歴任。学徒勤労動員の著書でも知られる。随法中受賞受賞者、2013年。福島県石川郡石川町出身。三人の兄がいたが長兄と三兄は、鈴木光雄が生まれる前に養成し、時系も鈴木が5歳の時亡くなっている。 1943年4月、石川町立尋常小学校に入学する。小学校時代から戦時職が強くなり、高学年になると勤労奉仕として農家の手伝いに行くようになった。1940年4月、私立石川中学校、原学校法人石川高等学校に入学する。中学時代の夢は、 小学校の教員になって、壁地教育に一生を捧げるということだった。三人の兄が、夏目漱石、石川拓木、和歌山牧水などの多数の書籍を残してくれた。その中で、和歌山牧水を愛読した。中学二年の時祖父を失う。また、ライナーマリアリル家にも影響を受け、若き詩人への手紙、ドゥイノの日か、マルテの手記などを読んだ。数学にも、 興味を持ち、有限解析書論上官、渡辺義勝や、物理数学入門、杉田元吉を読み影響を受けている。1944年7月、中学5年生にて、学徒勤労動員で、相模陸軍造兵省に、配属取る。1944年、東京工業大学から同じく、相模陸軍造兵省に来ていた学生の話を聞き、 山形高等学校を受験し合格した。6月に進学を理由に、相模陸軍造兵省を対象する。同年8月、山形高等学校入学とともに勤労動員で、山形県西村山郡芝橋村金谷で地下病院の構築を行う。廃線後、山形高等学校に登校し、授業が開始される。鈴木は学生寮内に、 数学同好会を作るが、これは後に、寮のサークル制度廃止もあって解散している。また、寮生新聞、ふすまに短歌を寄稿し、いくつかが掲載された。斎藤も吉や勇気愛想家も出席する、荒らぎの抱会にも出席したりもしたが、才能に限界を感じたり雰囲気に馴染めなかったため、鈴木は歌の世界から遠ざかることになる。 岐阜系が名古屋に在住しているという経済的事情から、1948年、名古屋大学理数学部数学科に進学するも、数学科の高度で抽象的な講義に疑問を持ち、友人から、東北大学で数理経済学という数学を使う経済学の大家がいるという話を聞き、名古屋大学を中退し1949年、東北大学経済学部に入学した。 また、この年の7月に母畑を失っている。東北大学経済学部では、安井拓馬の経済言論、米沢春文の統計学、熊谷久夫の計画経済論を中心に講義に出席する。また、米沢が指導する工業研究会に参加する。2年生になり、安井の理論経済学と米沢の統計学のゼミに参加する。 1950年4月に発行された機関理論経済学に一橋大学教授の山田雄三によるミニマックス原理の要点が発表され、日本に本格的にゲーム理論が紹介された。この論文に興味を持ったのが鈴木のゲーム理論との出会いである。安井ゼミではワルラス流の一般均衡理論の批判から始まり、経済学の確率論的認識を発表しているが、 安井の関心事が一般均衡理論とケインズ経済学であったため、鈴木の発表に安井はあまり興味を示さなかった。鈴木は漠然と大学に研究者として残ることを考えていたが、大学卒業前に安井から大学に残れ。君はゲーム論の親になれと勧められ、大学に残ることを選択する。同大学を 卒業、1952年後、4月からは、大学院の特別研究生として、大学で研究を続ける。ジョン・ナッシュの非協力ゲーム理論や、それに必要な不動点定理を勉強するとともに、の論文を学会で紹介している。1955年、東北大学では、特別研修生の身分のままで、教養部の非常勤講師として2年生の外国書、講読、 英書経済学部講読、通称営業経済学部と法学部を担当した。週2日は授業のため教養部に足を運んだ。1956年には正式の講師となり、教養部の外国書講読は経済学部のみとなった。1957年、安井拓馬より、軽装書房の経済分析全書の一つとして、ゲームの理論を書くように言われ、 1957年から1958年にかけて執筆に集中した。1958年1月に父、銀次を失う。1959年、ゲームの理論が出版され、同年に日本経済新聞社と日本経済研究センターから日経経済図書文化賞を受賞した。著書の出版後は、上京して内田忠を村上康明。 森高らが取り組む日本経済の実証的研究に参加したり、異なる所得層における消費者物価指数について研究している。1960年にロックフェラー財団より奨学金をもらうことが内定する。プリンストン大学のオスカー・モルゲン・シテルンにゲームの理論と同書の目次英訳を送り、留学受入れを依頼し、留学承諾の手紙をもらう。 1961年6月、安倍節子と結婚し二人で渡米することとなる。アメリカでは、ロックフェラーフェローとして、プリンストン大学のオスカー,モー・モルゲンシテルンの研究所に滞在する。この間、学会も含めて、ロバート・オーマン、ハロルド・クーン、ロイド・シャープレイラ多くのゲーム理論家と接する機会を得ることができ、帰国後もディスカッションペーパーを送ってもらえる関係を築いた。 特にロイド・シャープレイからは、ランド研究所のペーパーを出版のどに送って、もらうほどであった。また、後に、ノーベル経済学賞を受賞するジョン・ラッシュにもあっており、後年回想記事を執筆している。プリンストン大学では統計学の講義を聴講すると、共に、畑中道夫とスペクトラム分析の研究に取り組む。畑中との研究の後、コンピュータを用いて、 日本経済の時系列データをスペクトム解析した研究成果を残し、モルゲンシュタインから評価される。滞在2年目の終わりに、モルゲンシュテルンからもう1年残ることを勧められ、3年目はプリンストン大学のリサーチアソシエートとして、この研究を続けている。鈴木は1964年7月に帰国し、東北大学に復職する。しかし、恩師の安井拓馬は、 大阪大学への移動が決まっており、次の職を探す必要に迫られる。なお、鈴木はプリンストン大学で、武者の工事金秀や江藤厚と知り合っており、江藤が帰国後執筆したアメリカと私の文庫版では、鈴木が解説を担当している。東京工業大学の安倍光から誘われ、1965年3月に東京工業大学助教授に着任する。 一般教養の統計学担当として出会ったが、当時同大学で構想されていた複数学部構想に伴い社会工学部、設立された後は、そこでゲーム理論を講義できるという想定であった。鈴木が一般教養担当時代の同僚には、安倍、長井道夫、川、北次郎、宮城夫や、長井洋之助がいた。鈴木は社会工学試験を提出するなど社会、 工学部構想に前向きであったが、結局は理工学部が理学部と工学部に分かれ、新設された社会工学科は工学部に含まれた。鈴木は1967年から社会工学科に所属することになり、計画数理の講義を担当する。鈴木はこの講義を社会的計画の数学的論理として構成し、次第にゲーム理論を講義するようになるとともに、 ゲーム理論の適用対象を公共的なものに広げていくことになる。1970年には横浜市北部に転居。なお、鈴木は長井洋之助に誘われ、長井、高坂正隆、中島峰夫、神谷富士、山崎正和、桃井誠、萩原ジ樹らが参加する国際政治の研究会に参加していた。この研究会で鈴木は定形系ゲームの ほんの今もるゲンシテルン会を使って、三極構造の論理、日中米ソ4カ国間の同盟関係、国際関係における中立の可能性などの告げを行い、外務省でも同様の内容を報告している。1975年に大学院に総合理工学研究科が設立され、鈴木は同研究科システム科学専攻の研端教員となる。 鈴木は1976年4月より理学部、情報科学科に移動し、ゲーム理論に専念することになる、元学長の大選からは、残念がられたという。なお、情報科学科では、ゲーム理論という名称の科目を設置し、講義している。1988年3月、東京工業大学を60歳にて、定年退職する。 1988年4月、鈴木は東京理科大学に工学部経営工学科教授として赴任する。経済分析 I2、ゲーム理論 I2 といった講義を担当し、ゼミ生は初年度から8名が参加した。しかし5月から過労で3ヶ月半ほど入院して、講義は中断、9月から講義を再開している。 鈴木は1993年4月に設立された経営学部に移動するが、授業は週1回で、卒業研究は継続して工学部経営工学科で指導した。1994年には新ゲーム理論を上司している。また、関西大学に新設された総合情報部で1995年から2000年までの6年間、非常勤講師としてゲーム理論の講義を行う。 2000年3月に東京理科大学を退職する。関西大学非常勤講師時代の教え子に竹村敏彦がいる。東京理科大学を退職した後も2001年に経済学における価格理論的アプローチとゲーム理論的アプローチの競合と共生というパネルディスカッションに参加したり、2002年から2006年まで東京理科大学の公開講座で講義をしたりした。 また、その後も、数理経済研究センター、現、数理研究学会開放や、経済セミナーなどに寄稿を行うとともに、学と勤労動,動員の日々、社会を展望するゲーム理論、若き研究者へのメッセージ、ゲーム理論とともに生きてを出版するなど、執筆活動を続けている、著作の節も参照。旧制中学時代に、ライナーマリアリル家の死に親しみ、 旧正高校時代には短歌もたしなんだ鈴木は講義の合間に詩歌や短文を紹介することがあった。これは講義だけでなく著者の中でも同様で、ハイネ、ウィトゲンシュタイン、ニーチェ、島崎東村、旧約聖書などを取り上げている。なお、鈴木は旧正山形高校時代に八木周一郎と芝居をしたこともあり、1954年に死去した初代。 中村吉右衛門の記録映画をきっかけに、歌舞伎好きになる。東北大学時代は状況どに歌舞伎を見ていたといい、プリンストン大学留学後はすぐに歌舞伎を見に行っていた。鈴木は二代目、中村吉右衛門のファンで、留学中には文通もしていた。また、留学中には、ジョン・ラッシュと囲碁を打っていたこともある。鈴木は、ゲーム理論の歴史を知るし、雑誌、経済評論。 経済セミナーや著書で紹介した。16から17歳で学徒勤労動員に従事した際には、冷静な目で日記を記録しており、これも雑誌や著書、学と勤労動員の日々、ゲーム理論と共に生きてで紹介している著書、連載記事も参照。鈴木がゲーム理論で世界的な教育研究を成し遂げた原体験に学と勤労動員があったとする見方もある。 鈴木は自分を昭和第一期生と位置付けるとともに、自身をゲーム理論のような合理的な判断ができない人間と自重した。大学教員というものをあまり好きではなかったが、教員としてのあり方や自信は大戦疑念のおかげで身についたと回想している。学生には知識、ナレッジよりも英知、ウィズダムをと呼びかけ、教育研究者には大学教育の黄金率を提唱。 すぐに役立つもの4割、10から20年で役立つもの3割、20から30年で良かったと思えるもの2割、残り1割は、期間関係なく、将来必要と思うものに取り組むべき、とした。1953年に、鈴木が学会誌に解説を執筆した際には、他の研究者も含めて、ゲームを使っており、まだゲームへの訳すらも定まっていなかった。また、 恩師の安井拓馬から依頼された線形計画と経済分析の翻訳を断ったのは著者の同不満、ポール・サミュエルソン、ロバート・ソローがゲーム理論に対して批判的だった他であり、安井も他のゲーム理論研究者に対して批判的な発言することもあった時期であった。1959年に出版したゲームの理論では比較的早く協力ゲームや不動点定理を紹介し、 日経、経済図書文化賞を受賞した。しかし、東京工業大学の学生から文系的すぎると批判されたため、鈴木はゲーム理論入門を執筆した。1981年に出版されたこの本は広く読まれ、21世紀になってからも真相版が刊行されている。鈴木は日本におけるゲーム理論の第一人者と言われるとともに、 教育に関する業績や著書も評価されており、日本のゲーム理論の父と呼ぶ研究者もいる。鈴木は東京工業大学でゲーム理論を扱う講義を始めたが、世界的にも珍しい試みであり、講義させてくれた大学関係者、授業を聞いてくれた学生、研究室、セミを選んでくれたメンバーに著書で感謝の意を示している。なお、鈴木が語る ゲーム理論は、マルクス経済学風との表もある。鈴木は、社会システムを、ゲーム理論で解析していき、ゲーム理論の社会工学的側面を開拓した。また、鈴木は、中村ナンバーの中村健次郎や、中原賞を受賞して、日本経済学会会長を務めた、岡明ららを輩出している、文科生の育成も参照。ゲーム理論の冬の時代から、多くの批判に耐えて、 教育研究に取り組んだ鈴木は、実著の中で、日本という壁地で、ゲーム理論という生き物に、毎日、水をやって、枯らさないようにしてきたに過ぎない。幸いそれが成長して、日本でもゲーム理論に対する理解が深まり、多くの人材型方面で活躍するようになったと、述べている。鈴木は、合意形成の必要性から、社会工学の基礎に、ゲーム理論を位置づけ、 社会の工学化と工学の社会化に着目した。東京工業大学の複数学部計画における社会工学部構想に情熱を持って取り組み、文部省や大学当局に提出する書類を山のように書いたという。依頼されて提出した社会工学試験は大仙技念学長から全学教授会で配布され、これは著書にも全文を掲載している。また、 経済セミナーに社会工学の誕生という解説も執筆している。鈴木は社会工学科に所属したことから計画について考えるようになり、1975年には計画と倫理を出版する。1976年に中村健次郎と協調で社会システムを出版し、社会工学的な分野の注積と評価された。この頃、 週刊東洋経済の企画で、岡本哲次との対談、江藤厚志、大木秀夫、久門俊平との四者会談に参加している。社会、経済システム学会へ入会する際に専門を、ゲーム理論と記してもらった鈴木であるが、これらの対談では、社会工学者としての意識で臨んだという。一方で、助手の中山幹夫ら研究室メンバーと、 水資源計画の多部門間配分問題に取り組み、神奈川県の佐古川開発事業を分析する。シャープレイチと人志を比較し、実務家の指示を受けた人志を用いている。この研究を県庁の資料提供者に送ったところ、長須中に神奈川県知事にも伝わり、鈴木は西丹沢地区開発の基本構想のメンバーや、 神奈川県総合計画審議会の委員を務めることになった校舎の会長は鶴繁と、また経済同友会と大倉省が他の教員に依頼していた東南アジアの社会調査を鈴木や学生も手伝っている。鈴木は理学部情報科学科に移ってから情報科学専攻、システム科学専攻、社会工学専攻、経営工学専攻といった四つの専攻の 大学院生を受け持った。これは、社会工学部構想の理念を残そうという意識の表れでもあった。後年、社会工学という言葉があまり使われなくなったことに、対して、実著で、理念が一般化して、社会工学という包括的な言葉は、その必要がなくなったからと思いたい。と記している。また、社会の工学化に対して、工学の社会化が軽んじられていることを憂いている。 鈴木の研究室は多くの研究者を輩出し、東京工業大学はゲーム理論研究の拠点として国際的にも知られていた。ゲームセオリーアズソーシャルエンジニアリングという語が広まったのは社会工学、ソーシャルエンジニアリング専攻所属の教え子たちが盛んに論文を発表したからだと述べている。中村健次郎は1970年に東京工業大学に 社会工学専攻が設置された際に進学し、博士課程まで進んだ。中村とは、社会システム、ゲーム論的アプローチ、という教調を執筆している。中村の提唱した指標は、ペレグによって、中村ナンバーと命名された。中村が32歳で死去した後、鈴木外交をまとめて、論文集を発刊している。中山美も、中村とに、修士課程に進学し、 修士科終了後の1972年3月より、鈴木の下で助手を務めており、鈴木と中村の協調にも協力している。同学年に林修雄もいる。武藤茂雄は、鈴木の下で卒業論文を執筆した後、鈴木からウィリアム・ルーカスへの依頼により、1974年からルーカスが在籍するコーネル大学に留学している。 1979年からは東京工業大学で助手を務め、学会でゲーム理論の座談会が実施された際には、鈴木が司会、武藤が記録係を担当した。1984年の協力ゲームの理論は武藤との協調である。武藤の一学年上に金子守がおり、鈴木が編著のゲーム理論の展開において、中山、中村と共に金子も、 第6章と第8章を担当している。数学科出身で総合理工学研究科システム科学専攻の大学院生として、鈴木の指導を受けた者として、岡田明や船木幸彦らがおり、岡田は理学部情報科学科の助手を務めた。鈴木は岡田とゲーム理論の新展開を執筆する予定であったが、この話は流れてしまっている。また、小野義康も、 鈴木のもとで学部卒業論文を執筆している。単調。協調。編集、翻訳、目次へ移動する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。